ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田和孝です。本当はですね、先週の続きで昨年秋に大河和尚が上ジョビに来てくれた時のお話をしたかったのですが、そのお話はちょっと先に伸ばします。今日は一刻も早くこのお話をしたいんです。4月6日上ジョビの入学式があったんです。上ジョビに入学してくる学生たちは本当幸せです。それは入学式で佐藤義直師匠の講演が聞けるからだけじゃないんです。ちなみに上ジョビに入学が決まると一冊の本がプレゼントされます。それが私が大好きなベストセラー作家北川泰司さんの書斎の鍵という本です。この本を入学までに読んで感想文を提出しないと上ジョビには入れないんです。ですから入学式に来た新入生は全員書斎の鍵を読んでるんです。その書斎の鍵の著者北川泰司さんが来賓祝辞で登場するんです。新入生はそんなこと知りませんから、司会の先生が来賓祝辞北川泰司様とアナウンスした瞬間に会場がどよめくんです。しかもですね、その内容がまたいいんですよ。今年はこんなお話をしてくださいました。君たちは上ジョビという選択をしました。迷わず選んだ人もいれば、ここで良かったのだろうかと今も迷ってる人もいるかもしれません。人は誰でもベストな選択をしたいと思います。でもこれは覚えておいてください。ベストな選択なんて存在しません。ベストな選択肢を探すと人は行動しなくなってしまいます。皆さんにも経験があると思います。例えばよし勉強しようと決意します。その時にどんな勉強方法がベストな道なのかを考えようとします。できるだけ少ない労力で効率よく成績を上げる方法を考えます。するとあっちの勉強方法のがいいんじゃないか、あの参考書がいいんじゃないか、あの塾がいいんじゃないか。結果ベストな選択をしようとすればするほどベストな選択は見つからなくなります。だからベストな選択は存在しません。存在するのはあなたが選んだその選択をベストにする一日があるだけです。この祝辞を北川さんの後ろでうなりながら私聞いてました。続きは来週です。